全国キャンペーンをしている真っ最中なんですけど、まずは名古屋へ行ってきました。名古屋では初めて観光する時間がちょこっとあって、まあラジオとかね出演させていただく合間を縫ってちょっとだけ早起きをして、名古屋城に初めて行ってきました。いや、名古屋城ってどんなところなんだろうって、なんか名古屋で観光するとこありますかみたいな話をしている時に、あんまないよって言われて、みたいな。まあなかなか都会ですからね、名古屋って言ってもね。だからその都心で観光する名古屋っぽいところって言って、まあ名古屋城かなってなって、みんなでスタッフのね皆さんとね名古屋城遊びにというか、まあ観光に行ったんですよ。でそして名古屋城の中にシャチホコがあって、シャチホコに乗ってきましたいやー、本当にね、シャチホコの上に乗った写真を撮ったんですけど、めちゃめちゃいい写真が撮れまして、まあ私身長が149センチなんですけど、金色のね大きいシャチホコに、まあ、またがって乗って写真を撮ったら、ものすごいこの差、大きいシャチホコと小さい私っていうダイナミックスな写真が撮れました。ぜひね、名古屋城行ったことないよっていう方はそこで記念撮影すると名古屋っぽいって思えると思いますダイナミックス、ダイナミックスっていうのは、なんでしょうなんか使ってみたかったっていうだけかな。あとは、まあその周りね、名古屋城の周りに梅の花が咲いていて、それでちょっと春だなーっていうのを感じたりして、気持ちが良かったですね。あとは、B 級グルメとして、あんかけスパゲッティに挑戦してきました。こう噂によると、なかなかね、女子では食べきれない人がいるとか、こう、量が多いのね、すごく。って聞いていて、どうなんだろうって思っていたんですが、もう普段からレコーディングの合間は、もう B 級グルメ三昧で、もう慣れっこなんですよ。というかむしろ好きなんですよ。なので、もうスタッフの女子チームもみんな B 級グルメ好きなんですよ。それで、あんかけスパゲッティ行こうぜってなって、まあ行ってみた。そしたら、まあ、量が多い。麺が普通のスパゲッティよりも太めで、なんだろう、うどんよりは細いけど、でもラーメンとかそばとか、普通のパスタよりも太くて。で、それに、まあ、あんかけ、ちょっとピリ辛のあんかけに、なんかトッピングができるみたいな。まあ、それを食べましたっていうのが、名古屋での思い出です。あとは、チャリティーライブをさせていただいて、名古屋の皆さんに少しでも、こう、元気をお届けできたらいいなと思って、頑張って歌ってきました。そして、大阪も行ってきましたよ。ついこの前。モダン焼きを食べまして、これはうどんと、お好み焼きかミックスしてるやつなんですけど、これが、まあ、ラジオのね、ゲスト出演をして、するっていう前に、お昼休憩として食べに行ったんだけど、いやー、予約をちゃんとしていたのに、出てくるのが遅いで、まあ人気店なので、たくさんお客さんがいて、すごい頑張って、ね、お店の人も作ってるんだけど、想像では、その場で、こう、自分の鉄板のところで焼いて、食べるってイメージだったんだけど、お店の人が全部焼いて、持ってきてくれて、鉄板で温めながら食べるっていう方法だったから、めちゃめちゃ時間がかかって、危うくラジオに、こう、遅刻しそうになるっていう感じだったので、まあ、教訓としては、お好み焼きはできるのが、遅いということで、急いでるときは行かないようにっていうね、ご注意っていう、早めに前もってお好み焼きを食べに行こうっていうのが教訓でした。